皆さんこんばんは。4月6日の府知事選挙に立候補しております。どうぞよろしくお願いします。私は三連というところで30年余り働いておりまして、原発の関わりで一つはずっと三連は広島、長崎、そして大福井丸被爆者の健康、それから裁判の支援をずっとやってきている、そういう蓄積を持った全国組織です。その中ではっきり言えることは、仮に停戦病被爆であっても健康には絶対安全とは言えないと、そういう証拠がたくさん出てきている。現にそういう形で原爆者の認定訴訟で認められている。それが一つ私の大きなバックボーンになっています。もう一つは、一昨年から、福島から京都伏見の宇治に、避難されてきた方たちとのお付き合い、検診を手伝っている中での私の実感です。検診する中で問診、お母さんのご意見聞くと必ずいうのが2つあります。1つは大概の場合お父さんを福島に置いてこちらに来られている、そのことの子どもたちの心に及ぼす影響、大層不安だと、これが一つ。もう一つは実際に浴びた放射能がこれからどういう影響を体に及ぼすか、その不安、皆さんはおののいておられます。そのことからしても私は福島は収束してないと、私がこういったことから得る結論はたった一つです。安全な原発はありえないと、原発は我々の安全は絶対両立しない、こういう結論に至っております。それで私は知事選候補として今いくつかのことを具体的にやらないといけないというふうに考えています。その出発点は、府知事のやること、地方公共団体の奉仕というのは住民の福祉の向上である、これ地方自治法にはっきり書いてあります。決して国のエネルギー源の方針を遵守することとは書いてないんです。私はだから府民の健康を守ることから出発しないといけない、このことが出発点です。どうやってやるか、まず1番目です。私は即配慮を国に求めていきます。まあ、それしかないと考えています。仮に原発、発電を停止したとしても燃料量があるだけで放射能が撒き散らされる危機はずっとあるわけです。配慮しかないと思います。具体的には今原発から30キロ圏以内に位置する自治体というのは21都府県あります。全国47都道府県のうちの 40% を超す自治体が、30キロ圏以内に入っています。その中で明確に安全性が確保できない限り原発再稼働しないとおっしゃっている知事は泉田さんと加田さんがそれに近いことをおっしゃっています。他の知事は安全が確認されたら稼働許可する、全然違うんです。私はやはり安全性が確認されない限り絶対稼働しない、このことを知事会できちっと論議したいと思います。多くの国民世論を背景にしてどう考えるのか、このことが第一です。2つ目、関西電力との間に原発停止、発電停止、運転停止を求める権限を含めた原発の原子力安全協定を結びたいと思います。そのことはすなわち大井原発と高浜原発の再稼働をさせないということにつながっていきます。